今日はホタテと昆布の旨味が凝縮したおうどんを作っていきたいと思います。食欲が落ちがち、夏バテしがち、そんな方におすすめの一品となっていますので、ぜひ作ってみてください。はい、ホタテと昆布の旨味をギュギュッと濃縮したシンプルなスープに細めでコシのあるうどんを合わせた磯うどんを作りました。ネーミングは微妙ですねスープは昆布の中に程よい磯の味わいが感じられて、ホタテの貝柱は昆布締めで、濃厚な旨味をまとってました。今回は市販で安く手に入るベビーホタテを使いましたが、大きいホタテならなお美味しいと思います。みょうがは飾りの感覚が強いんで、なくてもいいかなと思いますけど、レモンのような柑橘系の添え物はね、味変にもなりますので、かぼすとかすだちとか、レモンとかその辺を添えるのがね、いいですね。
非常にさっぱりとしているのに旨味はしっかりあるので、だし汁を冷やしてから冷やしうどんにするのも、まあ、これからの時期はすごくおすすめです。まあ紐のところなんですけど、あれは捨てちゃってもいいですし、まあ出汁が出ちゃってもう味結構減っちゃってるんで、まあそのままあの具としてもったいないっていう方は食べてもらってもいいと思います。で同時にあの貝紐だけじゃなくて、そのホタテの脳みそというか、まあ、内臓の部分も一緒にこう煮てあげることでね、すごくお出汁の味にホタテの味が染みて美味しかったので良かったと思います。まあ今ねレモンをポンポンとつけて食べてましたね。まあこういう風に味変しながらスープもしっかり飲んでいくという食べ方がね非常に美味しいので、この料理はね結構おすすめ、特にこれから夏バテよくしますっていう方はねおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。